はい。皆様、こんにちは。写真家の土屋正秀です、えー。今日はですね、前回お伝えした通りに、この、たつのきをしプロデュースモデル、えー、LS の 364CTK ですね、こちらにパンフレットがあるんですけれども、えー、こちらのですね、えー、いいところっていうのをね、実際現場で使って感じたところっていうのをお伝えできればいいかなと思います。まずはね、えー、こちら詳細をね、えー、お伝えしたいんですけれども、 えー、耐荷重はキロですね、えー、とこの LH の 47TK これもねオリジナルなんですけれどもこの LH47TK を含めて耐荷重は 20kg です。であとは重量は 2620g だから 2.6kg ですね。で、えー、このこの状態のままこう一番伸ばした伸ばすと、えー、1713170、えー、くらいになります。えー、一番 低いの、えー、このまま広げて、えー、こういう感じでね、えー、広げてもらってでこれで全部広げると2 2 0ミリだから2 2ンチですね2 2ンチまでいくで、えー、と収納する高さっていうのは全部で、えー、これが6 9 0 7 0ンチくらいですね7 0ンチ。で、えー、段数字と1231234だから4段になりますね4段。 でえーとですね、この足の足最大径というのがミリです、ね、まあほぼ 36mm ってまあそうですねまあ中盤使ってても大丈夫なくらいの太さですよね。はい、で今言ったようなこう性能の中で、えー、実はですねこの364っていうこのシリーズっていうのはもちろんねあのこの別にきちんとあるわけですね。それをベースにして、えー、作られているんですけれどもまずはねどんなところを がいいいのだろううかというところですねすごくね細かいことになるんですけれどもまずはねここねここにグリップが2つついてるんですねで通常は1個なんですよ1個なんだけどこれがグリップが2つついた要はこういうふうに2個やってこう持てるっていうことですねでそうするとまあ安定感があるもちろん足が伸びた状態でこういうふうに持つ とということになりますからもちろん手袋をしててもそうだし冬とかもねきちんとこう力を入れて持てるっていうことでこれがねまずね、あのー、1点この改良点っていうのがあります、はい、そして次はこの開脚角度ですねで通常だと23点いくつくらいなんですねその開脚がということは足がもうちょっと広げてもこんなような感じになるわけですねでそうするとこの安定感 っていうのは、このやっぱ開脚のこう角度で変わってきますから、若干安定感に欠けていたっていうところを25.3度だったかな。そのくらいにこう広げることによって、えー、さらにこう安定感を増したっていうことですね。これもまず第2点目の、えー、改良点です。はい。実は、えっ、ー、と、僕も使ってるアテナ、えー、普段ね、使ってるんですけれども、それもね、やっぱ 23. いくつくらいなんですね。で、やっぱ若干ね、こう安定感が、 えまあ気になるなっていう時もやっぱあるにはあるわけですよ。で、えー、そう考えるとやっぱここのね、あのー、やっぱ開脚ののののの角度といいいううははてても重要なのかなかこの三脚を使って思いました、はい、一応ですねレオートさんすごいところはね後からその開脚の角度を変えれます、えー、開脚の角度を変えれますのでもしあれば改造っていう形になるのかなそういうので、えー、とレオトさんに持ち込んでいただいてあのやってもらうといいかなと思います。確か 8000かな8000かなんかでその改造ができたと思います。はい、で第2点目がまあこのグリップっていうことですね。で第3点目っていうのがえっとですね実はこれ364ってついててもちろんあの一般的なその四段三脚になってくるんだけどもここの長さっていうのをね実はねギリギリまで長くしてるそうです。機内に持ち込み飛行機ね要はこの高さっていうのがギリギリ60になるのかな。60。 でこれをね一応機内持ち込みできますただこの三脚のこの台座ですね雲、えー、雲台で雲台でを外した状うでだいですまあ、そういった意味で言うと、まあ、どっか飛行機でね撮影行かれる方っていうのもも,もちろんいると思いますよねあの遠くへ行ったり海外へ行ったりいろんなこうパターンがあると思うんですけれどもそういう時も一応機内に持ち込めるので。 そのまあ、荷物の取り扱いでね壊れるっていうこともあの一応心配もなく使えるんじゃないかなと思います。でこれもやっぱりこの三脚の一つのその特徴なんですね。あのやっぱそういういとこまで考えてて作られているいうことはだいぶ細かく作り込まれてるっていうのはだんだん多分ね分かってきていただけると思います。はい、で次ですね次はこの一緒についてくるこの雲台ですね雲台 でこの雲台のすごいところっていうのはどこかって言ったらまずはこれね型番で言うと LH の 47TK なんですね。で 47TK っていうのは実はねこここういうとこねこのノブっていうのがもうワンサイズ小さいんです。逆に言うとここに今ついてるのはワンサイズ大きいノブがここについてるんですね。はい ですのですすごく回しやすいってこと、えー、要は力をあんまりかけることなく回しやすい。ということは冬場も使いやすいということなんですねそのグローブをしながらでもキュッと締めれると。であともう一つは軽い力ですね。径、あのー、が大きいのでちょっと回せばすぐ締まるっていうところもとてもいいとこなんじゃないかなと思います。やっぱこれもね現場から反映されたその一つの改善点っていうことで、えー、この LH47TK の特徴になるのかなと思います。 で、次ですね、実はね、あともう一個ね、ここのゴムですね。このゴムが、実を言うと、あのー、前のやつっていうか、まあ今まで皆さんが使ってるやつに後付けができたんですね。後付けが。そういう部品としてあるんですね。ただ今回はさらに、このノブの後ろですね。この後ろまで切り込みを入れてるので、こ,このゴム自体がもうスポンと抜けづらい。 要はちゃんとこう噛んで入っているのでしっかりとついてるっていうことです。はい。どうですか結構細かいでしょ作り込まれてるところが。で、次はですね、さらに一番大きい特徴っていうのは、この、えーまあ、三脚のセットで注目なのは、これですね。よいしょ。皆さんも気になっているであろう。傘ホルダーですね。傘ホルダー。で、実際ですね、これね、僕ね、えー 使ってみましたで今までは、まあ、ある某社の、えっと、やつを使っていたんですけれども要はここのパイプにこうつけるやつなんですよこうグリップで挟み込むねあのパチンと。でそれだとね、えー、ぶっちゃけ安定感もないであともう一つは自由にこう操作ができない操作っていうのはこの傘の角度ねこういう角度もっと手前にしたいとか奥にしたいとかなんかそういったような操作もすごくやりづらい。 で逆にね、傘をつけるっていうのはね、もうすごいストレスだったんですね。ただ、どうしてもやっぱつけなきゃいけないという時もあるので、もちろんそういう時は嫌々でもね、つけなきゃいけないんですけれども、あのー、そういった意味で言うとね、すごくこれ、解放されました。そういう感覚から。はい。なので、これは本当おすすめですね。一応ね、パンフレットにも書いてあるんですけれども、えっ、ー、と、UC の05を、 プラス AM5JP タツノスペシャルアンブレラキットっていうのが一応2万3760円希望小売税込み価格で2万3760円で一応販売される予定ですですのでまあもちろんそれ待てる人はね待ってもらってもいいしであとねこれね一個ね大きなポイントがあってね実言うとこの傘を取り付けるために改造されてる部分があるんです。でそれはね この取り付け口のこのネジなんですねでこのネジがね8分の3だっかな8分の3っていう径なんですね一般的についているこのレオフォトにここについているそのネジっていうのはえー、4分の3ってやつかなもう1サイズ小さいんですねで、例えばアテネとかそういう三脚にはえっ、ー、とこれね実は直接つかないんですよこのネジ径だと ですので、えー、そこはね、まあ、要注意かなまずはねここの「K」っていうのがもちろんこれは今ぴったんこれ用に作っているんで合うんですけれども、えー、とレオフォトの中でも例えばねガブリエルとかあの銀のやつねガブリエルとかも最初からこのネジなのでつきます。あともう一個ねあの、まあ、10本くらいかな確か10本くらいはねこれがそのままつくもう既存のこう三脚もあるんですけれども。 えとこれもう一個ねポイントがあってこの三脚をつけるためのこう安定感例えばこうつけた時にこれネジが緩むよねでこのネジがこういうふうに回っていっちゃうわけですねでそれにをちゃんと対策した作りになってますそれはこのネジ穴の横にこの溝がついてるんですね溝がでなおかつこのつける取り口口っていうのにもここ溝がついてるんですよえっとネジプラス溝 だからこれネジが入るとこ,のこっち側の力っていうのがきちんとこの溝にはまってえこう補強されるのでえさらにこれもねやっぱりね一つのこう改造の一つ改造点の一つなんだけどもこれもやっぱり細かいでしょ はい、そんなとこまでやっぱレオホトさんってこうスピーディーに作り上げていくのでなんかすごくねだからそういった意味で今すごくレオホトさんの三脚っていうのはあの皆さん使ってる方も多いと思うしいいんじゃないかなと思いますはいこれ実際つけるときにもちろんねじなわけですねでこの溝ねあそうでこの溝とこの径ですねこれがあるものに関してはレオホトの三脚で既存のものでもつくわけですね逆に言うとこの溝がないやつだとつかないんですね えどうするかって言ったら確かね、えー、とショールーム行った時に聞いたんですけれどもここにこういう風にねリングみたいのをぐっとつけてで要はこのネジのこの機構ねあ,のあとこの、えー、切り込み。 切り欠きねこれがない三脚っていうのはそういう形で別売りのこういうリングを買って足にグッとつけてでつけるっていう形になると思うんですけれども、はい、なので、えー、とまあ一つこのキットっていうのはこれを買えば例えばこのセットを買ってねこれを手に入れれば今持っている小さい三脚につくかって言ったら実質言うとねつかない場合もありますはいでほとんどつかないんじゃないかなはいなので是非ねそれはね一回調べてみたりレオさんにね聞いてみてくださいで 自分で見てね、これ8分の3っていう大きさかな。その K の大きさと、ここの切り込みっていうのがあればつきますんでね、えー、確認してみてください。で、次ですね、これをどういうふうにつけるかなんですけれども、ここね、こういうネジで入れていくわけですよ。こうやってネジで入れていくわけですね。で、例えばじゃあ手で締めるのかと言ったら、例えば手袋してます。えー、寒い時、えー、つかないよね、ぶっちゃけね。 で、その時に何を使うかって言ったら、ここの横ですね。えっ、ー、とね、ここ。もうここにですね、六角レンチが入っています。ひょっ。こういう感じで。で、この六角レンチを、ここに全部ね、穴が何個か付いているので、ここに入れて、この六角レンチで締める。そうすると、えー、手を痛めずに、 ききちんととつけるることができるそしてですねこれをまたえっ、ー、とあったところにえっ、ー、と、えー、ここですねこういうふうに入れとくそうすれば、えー、きちんとここにもう強固につきますよっていうことですね問題はですねこれどんだけ強いかですよねほら分かりますもう全然こうやって振り回しても大丈夫ほら こんなに強いわけですね。で、そうするともうね、皆さん分かりだと思うけど、えー、傘をつけても大丈夫だということです。次にですね、えっ、ー、とこの傘のホルダーも実はあのー、その工夫があって、このさ傘ホルダーにそのま,ま既存の傘こういう風にこの既存の傘ですね。で、本来だったらここで、ね、こういう風に U 字になっているわけです。で、それをまっすぐここで切ってしまう。であとはここにこうスポンと刺すだけ。 これでで、OK、なんですね、はい、ちょっと動画からめぎれてますけれどもで使ってもらうっていう感じですだから自分の好きな傘をこの K の大きささえ合ってれば使えるのでまあ今まで使ってる傘で合えば使えるしまたこういうような傘を使いたいなっていう方はそれを買って、えー、使ってもらえばいいしねなので傘に関してはすごく自由度があるのかなと思いますえこんな感じでですねえっ、ー、と今何点かね、えー、お伝えしたんですけれども あのこういう細かいところっていうのが、まあ、反映されてるわけですねこの三脚には。で大事なのは実際使ってどうだったのかっていうところなんです。はい、でね僕実際使ってなんですけれどもえー、っとね言い悪いで言うといいです。もう間違いなくいいでねなおかつ、まあ、何か欠点があるかって言ったらこれがね実はあんま欠点が見つかんないんですね。 あの本当に今までの三脚プラスそういう細かいところであったりいろんなこう気遣いっていうのが各所に見えるので、えー、本当にねこう使いやすいなっていうのがえ一つの感想になります。であともう一つはね大きな問題っていうのは皆さん今ミラーレスまあ例えばフルサイズのミラーレスでしょでそうした時にこの大きさが必要かどうかなんですよ。で前回の動画でも僕お伝えしたと思うんですけれども 基本的に持ち歩かないならば持ち歩かないならばね車から出て例えばその目の前であったりとかっていうのは基本的にやっぱりこの三脚を使う方が、えー、いろんな意味で安心ですよねで例えば朝早くとかねあのそういうシャッタースピードがとても遅くなる時っていうのはより安定感のある三脚を使う方がそのミスがなくなるのでそういった意味で言うとあのー やっっぱり1本このの系を持てくのはいいかなと思いますでなおかつ今回はあのやっぱり三脚もすごくいいんだけれどもこのアンブレラ、えー、傘、ね、でで皆さん多分撮影の時に使いたくないと思うんですよあの傘って。めんどくさいいし安定感がないしでそういった中でいうとねそれをもう使ってみようと思わせてくれるくらい頑固な強固。 頑固で強固,んとか言って強固な作りになっているのであの本当に躊躇なく使えるっていうところがいいですねはいで実際僕もあのこう持ち歩いたんですよこうつけてね傘をこうつけて持ち歩いたりしたんですけれどもあの全然大丈夫ですで風がね多少吹いても大丈夫でなおかつあのここがねこうねじ止めになってるでしょ例えばここにスポンと入れるわけですねこれがね あの皆さんこう想像つくかどうか分かんないんですけども傘のもう一個嫌なとこっていうのは基本的に雨雨ってことは雨が当たるわけですよねで微動っていうか少しのこう揺れっていうのは常にこの三脚に加わってるわけですよ。パパパパパチパチパチチパチって当てれば、ね、であとは雨が降ってるってことは風が強いっていうこともありますよね。でそうするとこのアンブレラを固定はするんだけれども取るときに。 その風であったり雨であったり大雨とかねそういう,こう振動っていうものがもろに三脚に来てしまうにに三脚に来てしまうとはいシャッター切った時にブレるわけですよ。っていうことはどうしたいかって言ったら取りり外しが簡単ででたいわけです、ね、まあ,あの実際ねちょっとこのあとその撮ってる時の動作を出しますけれども。あの これを抜ききしがパッとででるわけです要は構図を決めました。で構図を決めてこういうふうに撮ろうってなった時にその時までこれ揺れてたっていいんですよぶっちゃけ。あのー、どんなに揺れてもいいの。で撮る瞬間シャッターを切る瞬間ですねっていうのを例えばはい決まった撮ったシャッターをしたはい終わった。でまた刺すとカメラをねカメラに刺すっていうかここに刺すと。 この動作ができるっていうのがまたこれが売りなんですよ。すごいんです。で今までのやつはね、いやえっ、ー、とこうガチャッとはめるでしょほんでこうスポンとはめるよね。そうすると取れにくいんです。なぜかって言ったら風で取りにくいように作ってあるから。ね。だけどこの場合はすでにここにこんだけの担保があるので、ここにスポンと入れてネジで留めれば、まず取れないわけですよ。で風の影響はこの時受けてもいい。 であとはネジをスパッと回してスポンと抜くだけねシャッターを切る前にシャッターを切る前ですよ押しながら抜くんじゃなくて取ってからシャッターを押すで取るっつったってこう取るんじゃなくて上にスッと上げてか、えー、と雨の影響を受けないようにしてで取ってあげるでまたここに傘ホルダーに戻すこれだけでいいわけです是非ね あの躊躇してる方はね一応ねいろいろ予算的なねそれぞれあると思うんですけどもこの36系っていうのは、まあ、1本は絶対持っとくべきですで同じこのサイズの三脚って他のメーカーとかあると思うんだけれどもまあその中でもやっぱ軽い方だと思いますそういった意味で言ってもやっぱりねこれはフルサイズの人でも持っとくべき1本なのかなと思いますでなおかつこのタイプだとあのここにね そのホルダーがとにかくついているっていう,こう全部のワンパックになっているので,でそれで確か実売が今11万だったかなそう考えるとこれさっきの値段を見ると2万3,760円なんだからこれが。でなおかつこれ雲台もついてるからね。でそう考えるとあのこ結構ねコスト的にはとても まあ、お買い得っていうか、お買い得ですよね。その合わせて考えてみると。なのでいいのかなと思います。はい。このパンフレットをちょっとね、見てたら、えっ、ー、とですね、達野さんのおすすめのアイテム、さらにこれに使うといいよっていうアイテムが紹介されてたんですね。で、それは、えっ、ー、と、G2 っていうギア雲台と、あとは、えっ、ー、と、スパイク付きの石付きですね。えー、これがまあ3、8分の3のネジで付けれるというところですね。 この G2 なんですけれどもちょっとね僕ね今ね G2 持ってないんであの持ってない代わりなんですけれども僕普段この LH の 40GR っていうこれを使ってるんですね。で G2 っていうのはこの上だけです。上だけが要は取り外しにはできるタイプ。でどういうふうにつけるかって言ったらこの、えー、ギア雲台のその上だけが、えーまあ、別売りであって G2 っていうのが。でそれがアルカスイスの、えー、と規格だったらつくんですね。 なのでここの雲台のこれはアルカスイスだからここにスポンと入れてこう通常のカメラを締めるように締めるとここに一体型になるわけです。要は別ににこういういうギア雲台を取り外しができるというタイプですねで、えー、とそれがやっぱり一つおすすめに上がってるわけなんですけれどもこれですごく理由がわかるんですよ。で実はねこの雲台自体も紹介してもらったのが達野さんでこれいいぞって言われてね僕もえ本当にいいのかなって思いながら使ってみたら。 もすごくいいわけですね。ええー、と是非ね。その g2 っていうのももしね。あの余裕のある方はね。手に入れてもらうといいと思います。で、その良さっていうのが何かって言ったらあのですね。ギア雲台って言うと皆さん難しそうでしょ。で、僕もね。あんまめんどくさいの好きじゃないから、あのギア雲台って言うとええー、って思うわけですよ。実際これを使って何がすごいかって言ったら例えばね。 微調整ができるとかあの例えば精密に構図が作れるとかっていう以前の前に何がすごいかっていったらねこの上下ね要はねこれねこれが手元で操作できるっていうのが実はすごく最高ですでね何が最高かっていったらね皆さん多分ストレスを感じることが撮影中にあると思うんですはいでこれですね望遠レンズ えっと皆さんこれカメラに望遠レンズをこうつけた時に例えばねこういう上向きの角度こういうね上向きの角度の時っていうのは実はこの自由運台でもそんなにストレスがないんですねでなぜかって言ったら上向きだとまあほぼこう真下っていうかこういう重心になるのであんまりその構図を決めてもね動かないんですよ だけど途端にですねこれが平行よりもちょっと下辺りとかちょっとこう下がねこういうふうになった時にしっかり精密に構図を作るでしょここで切りたいここまでを入れたいとかっていうのを作るわけですよ。だけどそうするとね絶対にこれ落ちるんです少し。で,で,で構図が全部パーになっちゃうわけですね。 で、そうすると今までどうしたかって言ったら、少し緩めて、で、例えば、こう、もうちょっとだけ上げて、この辺かなって言って、絞っまた締めて、で、落ちた分を計算しながら、多分皆さんやってたと思うんですね。で、そんなの計算できるわけがないんですよ。だから、2回も3回もこういうふうにやって、ほんで、しまいにはね、ちょっと大きく取って、あとで、じゃあ、取ミングしちゃえとかね、っていうふうになってたんだけれども、このギア運台のいいところは、 あの今までみたいにこの望遠レンズ使うときにギューって締めなくていいんですもう本当軽くでいいんです軽くでで上にずれようが下にずれようがねあ,のあとは手元でそれを微調整するだけこのギア運台のここでこういううに微調整するだけこれだけで落ちた分をすぐ修正できるんですね落ちた分をすぐ修正これがねとにかくいい でストレスが本当にないです。でそれだけでも買う価値ありだなって僕は思ってます。こういう平行ですね。こういう平行ね。左右っていうのはえっ、ー、とこうじゃないんですよ。直線的にこう動くんじゃなくて、左右っていうのはこういうふうに動くんですよ。実は、えー、まあ要はここで上下でここで左右のところは要はスライドをするわけじゃないので、最初は戸惑うかもしれないですね。 ああれあれもうちょっと左にしたいとかもうちょっと右にしたいって思うことがあると思うんだけどもそれの操作じゃないんですあくまでこの平行ねこういう操作になるので、えー、そこはね若干最初戸惑うのかなと思うんですけれどもとにかくこの上下もうこの調整ができるだけで本当に撮影の環境が変わりますこの G2 っていうのをここに備え付けてもらうと本当にさらに最強になっていくっていう風うに思いますね。 本当にその一点だけでも、えー、と使えます。今回実を言うとこの三脚を使っている時にもちろんこれがついているのでこれを使うわけですよこれをねでこれもね実はねその上下に対しては結構な耐性があるかなって思いますただ絶対に少し落ちます落ちますでその時にやっぱ思い出すのっていうのはやっぱこのギア運台なんですよ 日常的にに使ってる時に実はね最近これをここにつけてますしょうがなくねでなぜかって言ったらもうこれが一体型のやつなんですよこの LG40GRLA1 の 40GR 40っていうのは一体型なんですねこれ取り外せればこっちにつけて使うんだけれどもあのこれ一体型なのであのどうしてもこれをまあつけざるを得ないみたいなでそうするとねやっぱね今まで使ってたその環境に戻るのでとても使いやすいでやっぱり、ね、こういうい普通の 今までね、ずっとこれみんな使ってると思うんだけど、僕も使ったんだけれども、この雲台を使ってから、やっぱりこっちへ行って、で、また戻ってくると、やっぱこの凄さがわかります。どんだけ恩恵を受けてるのかなっていうのはわかる。なので、絶対にこれはおすすめの一個ですね。ぜひね、この G2 っていう取り外しのできるタイプっていうのを、もしね、余裕のある方は揃えていただいて、使っていただけるとあの、特にこの望遠の撮影の時に別世界になります。別世界。 ね、でやっぱりねそれをね、あのー、ここにやっぱ乗ってるってことはやっぱそういういことなんですよみんなそういう使い勝手の良さってのを知ってるっててることなんですね、はい、なぜ G2 とこの 40GR っていう2つがあるのかって言ったらですねここにやっぱり、あのー、アルカスイスでパコンとはめてね別付けするわけじゃないですかそうするとこれがやっぱりどんなにこう強く締めても安定感強固さっていうのかなっていうのはやっぱり、ね、若干 感劣るわけです。この備え付けよりも一体型よりもあのだからってまあ性能に問題があるわけないですよ。あのきちんと後付けにして十分使えるんですけれどもこの高さがやっぱり、ね、少しあと増してしまうっていうのがあるんですね。このこの分ねこの三脚座っていうかこの三脚座のねこの部分ねの厚さだけやっぱり厚くなってしまうのでそういった意味で言うとやっぱり高さが増す分少し安定感 で高さが増して安定感が少しこういう力が加わるってことはやっぱりここの締め付けに対して力がテンションが入るのでやっぱそういうところで若干のそのののそ弱さっっててていいうは出くるかな思ますただ全然これを使いたい時ギアウンダーを使いたい時っていうのをこの一つのものでこう取り替えができるのでそういった意味で言うとやっぱメリットはあるかなと思いますもしあの、まあ、そうじゃなくてっていう方がいるんだったらこれをね おすすめしますこの 40GR 40ねこれはやっぱりもう最初からこれついてるのであのそういった意味で言うともうえっとそういう心配な、ね、いテンションの心配とかってないのでどちらかねこのギア雲台っていうのは使っていただけるとね皆さんねあの今言った点だけでもいいのであの要は防遠の時のこの上下をかあの直すそれだけでもう本当に買うメリットがあります。 もうね効率が違う全く違う僕も絶対手放せないアイテムの一つです、はい、であとはねね石付きです、ね、あそうそう石付きがね僕ね実はアテナの時に失敗したことがあってあの皆さんあのレオホトさんの三脚っていうかね、まあ、どんな三脚もそうなんだけど最初に来たら必ずこれギュッて締めてね締めてねこれであの若干緩んでる時っていうのは使ってるうちにどんどんねあの落ちてきます でこう担いだりしてるうちに知らないうちにないんですよこの石突きがアーテナの時に海に撮影行ってあの岩場ですね岩場撮影行って気づいたらないんですよもう絶望ですよ絶望あの絶対見つかんないじゃんとその次の日にもう撮影が入ってるんですよだからどうしようどうしようって思いながらあのその石突きがねないぞっつってもうすぐアマゾンかなんかかな頼んで翌日着いてっていう風になったんだけれども実は <laughs>。 車車ににったたの中に落ちてました、はい、このねキュッキュッと締める作業っていうのは一番最初に買ったらねするといいと思います。はい、でこんな感じで今ねあのこの三脚のいいところっていうかねっていうのをお伝えしたんですけれども、あのー、意外とすんごいめちゃめちゃ大きい変化じゃなくて本当に微細な微細な微細なっていうものが積み上がって、えー、一本になってるんですね。でそこがいいんですよ。 要は微細なところってどういうことかって言ったらねああちょっとこうなってほしいなああちょっとこのストレスだなっていうのが全て変わってるってことなの,あの要は改良されてるっていうことなのだからこそやっぱり細かいところまでれがね実はね僕がね一回使った率直な意見です率直な意見皆さんにお勧めするかしないかって言ったらね実はねお勧めしたいと思います お勧めしたい、はい、ぜひねあのまだね在庫はもう少しあるのかなでもし切れてしまうともうこのタイプねまたあの別個販売とかになるって言ってたかなちょっとそこね詳しいとこはねちょっと分かんないんですけども同じタイプでそのこうバラバラに多分ね製品化されると思うのでそういった意味で言うと、まあ、その時に買ってもらってもいいんですけれどもあの今ねぜひねこのワンセット えー、すぐねこのアンブレラも使えるしでこの発売がまだ未定なんですね未定なのでそういった意味で言うとね早くね手に入れて使える方っていうのはどんどん使って現場で役に立ててほしいと思いますはいですので是非ねこのセットね、えー、この雲台とねこういうセットになってますので,でこのシルバーバージョンねこの色もシルバーでねな,なってますので是非ね、えー、ご購入の方を考えていただけるといいのかなと思いますはい僕もねこれ手に入れてねとても良かったですうん。 本当に満足満足であとはこのギア雲台ねこのギア雲台は本当におすすめですおすすめこれはおすすめ以外ないね今おすすめおすすめしか言ってないね本当におすすめですはいぜひねあの皆さん手に入れて使っていただけるといいかなと思いますはいそれではですねこんな感じでねあのー、この三脚のいいところっていうのを実際ね現場で使っての話をしてみました それではね、またね、あの、よろしくお願いします。はい。